ありますね、そのゾーンっていうのか。ナインマーク絶対出せるわとか、これ出るかガッツポーズの準備しとこうとか、絶対入るっていう自信がある気があります。あるんですよね、そういう日って。そのゾーンに入って気持ちが入っちゃったら本当楽しくやれるんじゃないかなと思ってます。ワールドの決勝とかもものすごいなんか楽しくやれてた自分がいたと思ってるんで。今のお気持ちいかがですか？優勝とかやばいっすわやばいっすわ本当にありがとうございます。そしてスーパーダーツ2024への出場権も獲得ということになりました。意識はあんまりしてなかったんで、あれだけどですね、出れるんやったらもう精一杯頑張りたいと思います。結果優勝した時はやっぱこうやって楽しかったとは言ってるとは思うんですけど、最近そういう楽しみ方っていうのを分かってきたのかなって思ってますね。なんか挑戦者に本当に慣れてる気がしています。その勝ちたいとかどうやって勝ちに行くとか、やっぱり以前はそういうことしか考えてなかったんで、できたら OK、 できなかったらしょうがないみたいな、これは楽しいんだと思ってます。技術っていうのは多分みんなあると思うんで、ダーツ自体をどんだけ楽しめてる人なのかなとか、あれ楽しいって今思ってる人はやっぱ勝つんじゃないですかね。スーパーダーツで優勝したなんか自分を見せてみたいですよね。